わーい、おはようございます。おはようございます。劇団六番シードの宇田川美希です。エコーズの尾形千佳です。はい、尾形さん、はい、今日はですね、私が勝手に立ち上げました、はい、芸能人ボルタリング部、はい、そば部、はい、の第1回ということで、はい、わざわざ集まって、距離が近くてドキドキしますね。見ました、はい。今回は部長同士、はい、2人しかいませんけど、ね、楽しい部活動になるといいですね。はい、みんなはね、おいおい参加する感じでね。そうですね、そば部もね、そばはみんな食べるの楽しみだから、もちろんあれだと思うんですけど、食べてばっかりだったら太ると思うんで、ボルダリングもやりましょう。はい、というわけで、はい、今日は尾形さんにレクチャーいただきながら、最近流行っている遠浅のボルダリング会場をちょっと行ってみたいと思います。はい、はい、というわけで到着しました。はい、着いたよ。今日はこちら、ちょっとね、反射してるけど中に行ってこう、ここで、尾形部長にまだまだね、中級なんで、一緒にミキさんと楽しんでね。私本当に初心者なんですよ。はい、でもミキさんムキムキだし、体幹めっちゃあるから大丈夫だと思います。本当ですか？はい、じゃあ行ってみましょう。イエーイ。これ買います？なんか買いましょう。なんで自販機取るんですか？そうですね、そうですね、何買います？リアルゴールドいいですね。これにしましょう。結局お茶を買いました。いいですね、いっぱい水分取りましょう。熱いし、ましょう。さあ、尾形さんは一体何、早いですな。でも100円しか入れてないじゃん。何ですかそのじゃん。お水、はい、行きましょう。はい、ここが入り口ですね。そうです。あ、取ったまま入ったらびっくりしちゃうから、じゃあ一旦ここで、ここが入り口です。はい、みきさん頑張れ。なぜか剣玉、剣玉本番に強いから、本番にね。さあ、ドン。いや、今のカットしましょう。せーの、はい、おー、おー、すごい、入った入った、本番に強いから、本番に強い、さすが。さすが、やった、イエーイ。最近けん玉練習してるんで、いきます。止めけん、せーの、えい。あ、うまく取れなかった。あ、嘘。でもお前よかったよ。わー、最近覚えたやつ、最近覚えたやついきます。あ、入んない。逆落とし、こうやって入れたかったんですけど、ね、なるほどね。はい、またやります。動画また撮ります。けん玉もボルダリングを頑張りましょう今日は。そうですね、ね、じゃあ、嫌いよほらね、ウーダマップティーからのしましまズボンね、そうだね、同じ感じ。さあ、頑張るぞ。平日の昼間ということでね、私たち以外いません。今お一人帰られましたね。すごいです ね、こんな感じになっています。こんな感じですよね、なかなかおしゃれな、かわいいんですよ、いろんな色のね。これホールドっていうんですけど、掴むやつ。尾形焙煎、尾形部長、はい、いや、全然中級ですけど、なんかね、グレードがこうやってね、ほら、色で分かれてるんですよ。お、というと初心者から上から順番にこう、テープが、色がこう分かれてるんですよ。この色は、そう、ピンクが優しい。石の色ってことですか？違います、石のね、色、うんは、いろんな色があるんですけど、石の横にテープがこうピッて貼ってあると思うんですよ。はいはいはい、色のテープが、そのテープの、ありますね、色を同じやつを登っていくんですよ。ああ、じゃあもし、よし、僕は初心者だ、ベリーイージー、ピンクにしようと思ったら、ピンクが貼ってある石、そう、これ、例えばこれ、あ、こういうことですね、スタート、ピンクのスタート、これから次はピンク、そう、これに行ってみたいな、でその後、あれに行ってっていう形で、道しるべがちゃんとしてあるっていうことですね。そうです、そのイージーですよと。そうです。あー、で、G って書いてあるゴール、そこまで行きます。 G と書いてあるゴール、あー、ね、そう書いてありますね。そう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 、ここです、ここまで、行きましょうと。そうです、いうことですね。はい、だいぶ高いです。
だいぶこう4メーターぐらいじゃないですか、ね、地にこうなんていうんです、傾斜がね、傾斜です。今その傾斜って言葉が出てきませんでした、こんな感じになってな、ね、扇風機もあっておしゃれですね。ね、天井高くて気持ちいい。よし、じゃあちょっと靴を履きましょうかね。はい、はい、今これ靴を借りして、私は本来私24のスニーカーをいつも履いてるんですけど、足は 23.5 なんですが、ちょっと小さめがいいということで、部長、はい、そうなんです。なんかね、はい、普通の靴と違って、うん、つま先の方すごい使うんですよ、はいはい、だから例えばこれが上り岩だとして、うん、こう靴、こういうつま先でこうやって支える時とかがあるから、うん、先が余ってるとこうブルンってなっちゃうんですよ、うん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 、だから捉えられないということですね。そう、先指が結構ギュッて詰まるぐらいのサイズで履きます。なるほど、マイシューズです。あ、これはマイシューズ、これはマイシューズです。これおいくらぐらいするんですか。これはでも2万円しなかったぐらいです。1万5、6千円ぐらいだったかな。じゃあダンスシューズを買うのと似たようなもんですね。そうですね。でもこれいいですよ。自分のがあるとやる気出ます。はい、はい、ありがとうございます。はい、結構ね、みんな懸垂っていうか指でこう懸垂みたいにするんですよ。ちょっとじゃあ部長。はい。ちょっと一回懸垂してみてください。じゃあ行きます。お願いします。できない。ちょっとできたじゃないですか。いや、ちょっとできない。あのね、懸垂はできなくても、うん、力じゃなくてバランスとかコツとかで登ったりするんですよ。ほうほう。だからある程度まではそんなにめちゃくちゃ力とかいらないです。私本当懸垂とか一回もできないですから。じゃあちょっと私も懸垂してみていいですか。あ、ミキさんやってみましょう。はい、ミキさんできそうだな。はい、じゃあミキさん懸垂。それね、それがね、指のね先っちょだって、その上の穴に行くともうちょっと指入ると思います。上の穴？そうそうそう。これ？そうそうそう。これですね。はい。お？お？すごい。無理だね。あ、すごい。でも。でも浮いてる浮いてる。さすが、ミキさん。ほんとキュッてやりたかったけど。無理です。すごい人はね、これとかもやるね。このブラーンってぶら下がってる、これ。あ、これにもぶら下がって、もうなんか、体操選手みたいなやってる人います。ガシャッ！っていう感じで。そうそうそう。じゃあちょっとね、ストレッチしましょう。